光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。これらは因果関係にあり、切り離すことはできない。だが勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作ることはできる。我々に協力すれば、そのやり方を知ることができる。ついに祝賀なるか。もろもろと手回しした甲斐があった。これまで長く時間がかかったが、これで雨隠れの内戦は終わり。あとは平定に向け適当に環境を作っていけばいい。さて次は俺の祝願がなるよ。お前たちに協力してもらう、そういう約束だったな。分かっている。具体的には何をすればいい？まずはメンバーだ。暁として活動するためメンバーを集める。数はそうだな、俺を外して10名といったところだ。すでに暁にはお前とコナン、そして絶の3人がいる。残りの7名を集める。なぜお前は入らない？俺は裏でいろいろあるのでな。時が来れば暁に加わるが、それまでのリーダーはお前がやれ。分かった。もとよりお前の計画は俺のもう一つの祝願でもある。それで他のメンバーはどうするの？ある程度こちらで目星はつけている。脆弱な輩に入られても困るからな。どこの誰？今目星をつけているのは3名。滝隠れの禁術を盗み、不死として生きる忍び、覚悟、砂の抜け人で、傀儡の天才、サソリ。そして最後の一人は、俺に近しい存在。そいつは俺が連れてこよう。案内は、絶にさせる。お前たちはそれぞれにコンタクトを取り、メンバーに招き入れろ。さあ、動け。我らの待望のため。このレベルでは大した金にならないな。むちゃくちゃだね。なんだお前たちは。不死の忍び覚悟、お前を暁へと迎え入れる。暁？本当の平和を作り出すための組織だ。そんな組織などどうでもいい。今俺が興味あるのは金だけだ。興味あるなしは関係ない。お前はただ暁に入ればいい。随分な物言いだな。どうやら力の差もわからぬ愚か者のようだ。お前は金にならなそうだが、少々口が過ぎた。俺と戦うか。それもいいだろう。俺が勝ったら
お前を暁に連れて行く。こいつ。来い。戦闘開始。神の力を知る。そしておののけ。どうやらただの忍びではないようだな。やつは炎の力。ジャイガンのため。私に協力しろ。それがお前の生きる唯一の。どうして。お前の力はこの程度ではないか。遊ばれている。勝負は決した。諦めろ。この強さ実は大変。この俺に勝利する夢でも見た。勝士勝負あり。これが結果だ。英語を生きるお前でも神には勝てない。お前の負けだ。この力一体。俺はこの世を正す神。来い。悠久の時を生きるお前に居場所を与えてやる。お前ほどの者が属する組織なら名のある賞金首と戦う機会も少なくないだろう。暁、どうやらことのほか金の匂いがする組織のようだな。決まりだね。目的は達した。戻るぞ。しけた里だった。素材として使えそうなのがほとんど嫌がらねえ。次は当たりだといいな。風の国に点在する忍び里がたった一夜で潰される事件を何度か耳にした。あなたの仕業だったのね、赤砂のサソリ。なんだ、てめえは。あなたを暁に誘いに来た。暁？聞いたことねえな。これからの活動にあなたの力が必要。私たちに力を貸しなさい。ずいぶんと上からの物言いじゃねえか。暁は抜け人のあなたを守る場所と考えれば。仕事さえしてくれれば、あとは何をしてもお咎めはない。なるほど。悪い話じゃない。悪い話じゃないな。何をする気？会いに来て、自分の身は自分で守れるってな。どうやら俺はついている。さっきの里にはがっかりしたが、今こうして俺の前になかなかの素材が現れてくれた。喜べ。お前は三代目レベルのコレクションにしている。
方ない。だったら実力で連れていく。なかなか興味深いな。お前、徹底的に調べてやる。戦闘開始。俺の芸術のためだ。お前には犠牲になってもらう。私には使命がある。勝負するまで倒れるわけにはいかない。君を操る術か。初めて見たが、なかなかのものだ。もはや神風だ。消えろ。案外やるじゃん。あなた、やはりその力は暁で振る舞うぞ。ここまで手こずるとは思ってなかった。忍びじゃねえか、こいつ。愚か。俺の苦熱をものともせず、イラつくな、お前。キャッカー。おっと。消えてもらう。言ったはずよ、実力で連れていくと。死神の舞。勝負あり。私には明確な目的がある。だからあなたにも負けない。もう一度言う。私たちに力を貸しなさい。滅。負けた俺に選択肢はない。どこにでも連れて行け。思いのほか物分かりがいいわ。他の暁の奴らを見てみたくなっただけだ。お前の術のように今までにない芸術性を感じられるかもしれないからな。そこを期待されても困るけど、あなたが入ると決めたのならそれでいいわ。こちらもうまくいったようだな。その後はどうだ。あなたが連れてきたイタチを含め加入した者たちは人中力に関する情報収集と資金稼ぎをさせてるわ。それでいい。で、あんたの方は次のメンバーに目星がついたか。ああ、追加の一人は霧隠れの忍び、星垣貴様だ。貴様、あの霧隠れの怪人か。奴には俺の方からコンタクトを取る。そういえば、こちらでも気になる情報が入っているのだけど。なんだ。三人の一人、オロチマルが暁に探りを入れているらしい。どうする？潰す？オロチマルの行動ルートも手に入れてるけど。その情報源は？確かサソリの部下だとか。フェイン、この件はお前とサソリで当たる。接触後の対応は任せる。わかった。俺の知るオロチマルは癖の強い性格だ。
そう簡単に奴の情報は流れないはず。おそらく狙いがあるな。まずは挨拶した方がいいのかしら。挨拶は不要だ。お前のことはいろいろと調べさせてもらっている。あら、そうなの。お前が暁を探ろうと動いていることも知っている。なるほど、だから私を消しに来たと。でもね、私もあなたのことをよく知っているわよ。赤砂のサソリ、今はそのいびつな傀儡に隠れているけど、あなたの本当の武器は三代目風影のはず。ほう、よく調べたな。風影のことはバラしてなかったんだがな。興味あることはとことん調べる性分なのよ、私は。そう、ここまでは兜がもたらした情報として知っているけれど、まさかあの目が暁にあるとは知らなかった。イタチのシャリンガンだけでなくリンネガンまで。今私が興味あるのは暁。もっともっと調べたい。お前が何に興味を持とう、別にどうでもいい。どの道お前はここで消える運命だしな。それはどうかし、逆に私があなたを捕らえ暁の情報を吸い出すことも考えられる。上等じゃねえか。俺がやる。手を出すんじゃねえぞ。いいだろ。嬉しいわね、その姿で戦ってくれるの。キルコでも別によかったが、お前には完全な敗北を教えてやろうと思ってな。完全な敗北、果たしてそれはどんな味かしら。すぐにわかる。じっくり味わえ。戦闘開始。俺の砂鉄からは逃げられない。三倍で風かけの鉄一度味わってみたかったんだ。いちいち気持ち悪いやつだ。本当に人間か。不安な自由なもので一区物の穴と、かつて砂隠れで互いの名声を有していた穴。落ちぶれたわね。世俗の評価なんて加えられない。俺は俺の芸術を極めることの方が重要なんだ。ブラッタ、捨ててやる。不満なのに自然の時だ。ここにここまで完璧な一関数を作り出すか。素晴らしい。やはり暁は面白い輩が集まっている。もう飽きてきたな。そろそろ終わらせるか。それないわね。私はもっと遊びたいよ。伝説の三人がこの程度とはな。がっかりだ。すべては終わりに至らなければわからない。ルビンは死を招くわよ。これが敗北の味だ。ありがたく味わいやがれ、蛇野郎。勝負あり。こんなもんか。
もっと楽しませてくれると思ったんだがな。襲撃だ。いや、まだ終わってない。いただくわ、インデガン。神羅転生。なに今の。オロチマル、遊びはもういいだろう。そろそろ本題に移ったらどうだ。そうね、あわよくばとは思ったけど、そう上手にはいかないわね。ではここからが本題。どう、私を暁に入れてみない？こいつ、さっきも言った通り、今の私は暁に興味がある。なら組織に入ってしまうのが一番早い。戦力としては問題ないって分かったでしょ。俺に負けた奴が何を言っている。私が本気で戦ってないこと、実はあなたも感づいていたでしょう。損はさせないわ。私は必ず役に立ってみせる。必ずね。おい、まさか入れるつもりじゃないだろうな。こいつは暁の情報を盗みたいだけだぞ。そんなことしないわ。私は純粋に興味があるだけ。いいだろう。お前を暁に迎え入れよう。いいのか。こういう輩は野放しにするより近くに置いておく方が都合がいい。それに奴も分かっているはずだ。俺がいる以上好き勝手はできない。ねえ、分かってるわ。どうやら下手な真似はできないよね、当分の間は。ふん、ならいい。戻るぞ。彼の顔、どこかで見覚えがあると思っていたけど。運命とは面白い。そう思うでしょう、ジライヤ。で、メンバー入りしたオロチマルはどんな様子？特に問題はない。おとなしいものだ。さすがのオロチマルもペインに見張られては目立った行動に出られないな。ところでマダラ、先日あなたが連れてきた星垣キサメはイタチと組ませたけど。ああ、それでいい。これから他の奴らも正規のコンビを組ませていく。そのためにも新しいメンバーを呼び込む。次は誰？岩隠れの抜け人レイダラだ。奴を加入させサソリとコンビを組ませる。ゼツ、サソリとイタチ、そしてキサメにデイダラの元へ向かうように伝えろ。了解。暁だ。そんなのオイラには関係ねえ。オイラはアート制作に集中してんだよ。うん、アート。オイラの手で生み出される粘土アートだ。し
かもこれは爆発する。その爆発によりその存在を消化させて初めて本来の作品となる。芸術は爆発なのだ。もういい、俺がやろう。やろうって。俺が勝ったらお前を暁へ連れて行く。オイラをアートをなめんじゃねえぞ。うん、勝つ。挨拶はしまいだ。行くぜ。戦闘開始。お前の派手に爆発させてやるぜ。うん。オイラの最高にクールかつ究極なアート、飲みで味わえ。よく喋る。まだわからないのか、今のお前の状況。言葉巧みに惑わそうって魂胆。騙されたよ。騒がしいだけか。相応の力は持っているようだな。余裕たっぷりのその面がよ。そろそろ気づいたらどうだ。何言ってやがる。意味わかんねえこと言ってんじゃねえよ。まだ甘いな。ああ、これは何かの間違いだ。オイラがこんな奴に。倒れるのが先か、気づくのが先か、どちらにせよ勝負は決まる。逃がさねえよ。見えてもらう。これの芸術に防戦一方のようだな。うん、そうだな。くそ、なんで全く慌てねえんだよ。てもらう。消えてもらう。おお、どこだ。消えてもらう。はめよ。芸術家の最後だ。せめて華々しく散らせてやる。勝負あり。お前は俺の手の内にいる。元より勝ち目などない。思ったよりやるじゃねえか。けどな、これで終わりだ。うん、よく自分の姿を見た方がいい。現実、いつの間に。初めからですよ。イタチさんのシャリンガンを見たとき、すでにあなたは現実の中。
術だ。お前の負けだ。くそー！久しぶりですね、こうして全員が集まるのは。今回は一体何の用だ。10人目、最後のメンバーについて目星がついた。やっとか。で、オロチマン、邪神教という信仰宗教があってね、魔族に言うカルト集団なんだけど、つい先日その教団がある実験に成功したという情報が入ったのよ。ほう、一体何の実験ですか。不死の実験よ。不死だと。不死身となった者の名は飛弾。元は湯隠れの忍びだったらしいわ。我々はその飛弾を仲間に迎える。オロチマン、カクザ、そしてゼツ、お前たちが迎え役だ。分かった。くれぐれも気をつけて行け。おそらく簡単に言うことを聞くタイプではない。カトン・ズコック。ウートン、大突破。それでさっき言ったこと考えてくれたかしら、リーダー。くっ、暁とかそんなのどうでもいいんだよ。オラ、殺戮さえできれば他は何にもいらねえ。俺は俺の思うままに殺戮し、神へ荷を捧げ続ける敬虔な邪神教徒として、これからもずっと。うるさい。あ、俺はおかしな宗教話を聞きにここまで来たわけだから、不死の力を確認するために来たんだ。あ？てめえ、今おかしなっつったか。真実を言って何が悪い。ああ、邪神教はおかしな宗教呼ばわりかよ。これはもう大罪だ。謝っても許されねえ。邪神様、見ててくださいよ。あの愚か者をすぐに潰してあげますから。いい殺気出すじゃな。面白い。潰れろや、この無神論者が。戦闘開始。バラバラにしやがるな。おらおら、ビビってんじゃねえぞ。とらお前は黙って戦うことができない。あの兵をボケした湯学、これほどのやる気はやらなくて。おい、すごい。こんなありだけど、いい駒になりそうじゃない。誰が、まだ誰が。俺のうめえ体は、てめえのやわなもんとは違うんだよ。ああ、身体能力は強大。騒がしいお前の口も、これで少しは塞がるか。くそが。
勝負あり。不死の身ならばこの程度のダメージ問題なかろう。やっちゃったの？いいえ、生きているようね。いっていってえな、あったく。決まりね。これであなたは暁入りよ。つうか、さっきも言っただろう。俺は殺戮だけできればいいんだよ、ずっとな。それは無理な話。考えなしにただ暴れ回っていれば、いずれ五大国から指名手配され退路を断たれてしまう。死にはしなくとも封じられてしまえば、大好きな邪神様に贄を捧げることもできなくなる。けれど我ら暁に入れば身を守りながら行動することができる。あなたの行動も継続することができるわ。それに暁にはあなたのセンダスとなる者がいる。いろいろためになるんじゃない？俺の？誰だそりゃ。あんたも不死身だったのかよ。うん。さて、そろそろ答えを聞こうかしら。あなたはこれからどうする？分かったよ。入りゃいいんだろ、入りゃ。交渉成立ね。あなたを歓迎するは非談。よろしく。こんなことになるなんてな。人生わかんねえもんだぜ、ほんと。暁は集った。コナン、イタチ、キサメ、サソリ、デイダラ、カクズ、ヒダン、オロチマ、そしてゼツ。おのおのの事情を持ち、おのおのが野望を秘め、我らは今ここにいた。これより我らは本格的に行動を開始する。狙いは1尾から9尾までの尾獣。苛烈な相手だが、必ず全ての尾獣を集め、我ら暁の大望を実現する。そのための10人。失敗は許されない。皆心しておけ。行くぞ。暁の幕開け。さあ、月の目計画の始まりだ。